皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのムック本です。部分ヒーターでコスパ20〇、あったか電気ブランケットブック、開封していきます。はい、開封いたしました。こちらにブランケット、そしてこの冊子が入っております。それでは詳しく見ていこうと思うんですけれども、その前に明日から宝島チャンネルの年末大感謝セールについて簡単に紹介しておきます。はい、皆様も情報入ってるかわからないんですけれども、今画像出しておきますが、最大 95% オフの年末のセールになっております。まあ、人気のブランドブックなどが100種類週替わりで登場してくるということで、明日12月12日から来年の1月4日まで、はい、毎週そういったセールが行われるようです。毎週最大半額セールというのをやってるわけなんですけれども、昔みたいに全部半額とかではないので、ちょっと物足りないっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんよね。はい、ですがこの年末の大感謝セールはいつもの毎週のセールよりもさらにお安いお得に購入できるんじゃないかなと私個人的には予想しております。何時から開催されるのかっていうのはちょっと書いてないんでわかんないんですけれども、もし明日からですね、日中余裕がある方はぜひチェックしてみてくださいね。概要欄にリンクは貼っておきますけれども、明日の販売サイトはここから飛べるかわかんないんで、そのあたりはまた皆さん調べてみてくださいね。はい、ムック本特に値上がりして高くなっちゃっておりますので、今年なかなか手が出なかったっていう方もですね、年末のお得なセールで気になる付録ゲットしてみてください。はい、それではお待たせしました。こちら見ていきたいと思うんですけれども、このムック本ですね、私非常に購入するの迷いました。と言いますのも、高額なんですね。4000円しますので、ちょっとなかなか悩ましいところではありました。はい、まあ、ですけれどもこれでですね、一冬暖かく過ごせるのであれば4000円の価値があるかなと思いますので、まあ、そのあたりどれくらいの性能なのか見ていこうと思います。ではまず一旦広げていきます。はい、広げてみました。どうでしょうか。表側がこの茶色になってまして、裏側が明るめのこういった色になっております。はい、で部分ヒーターであったかいっていうブランケットなんですけれども、部分ヒーターつけなくてもこの素材はかなりももこもこのあったかい素材になっております。そしてサイズはこの横幅が100センチで、こっち側が70センチとなっております。膝掛けとして使うには十分なサイズかなと思います。でその部分ヒーターがどの部分かと言いますと、ちょっと裏側見ていきますね。裏側、仲良し美白夫婦です。で裏側を見ていただきますと分かりますでしょうか。ここですね、ここの範囲が部分ヒーターで温まる部分になってきます。全体的には温まらないんですけども、部分的にヒーターを使うことで、まあ、電気代ですね、コスパが20〇となっております。でこの辺り触りますと、この線がこう入ってるなっていうのが分かるような状態です。でそれほどボコボコとしておりませんので、着用の際もそんなに気にならないかなと思います。でここからこう線が来ておりまして、コードの部分ですね、 USB のここが、はい、キャップついてますね。キャップを外しまして、 USB タイプ A の端子になってますね。でこの USB ケーブルの長さは約100センチ、1メートルあります。でここのポケットついてますんで、まあ、使わないときはこうまとめてですね、ここに入れておけるのが便利なポイントになっております。はい、そして表側のここに電源ボタンがありまして、このスイッチを2秒間長押しすると電源がオン、そしてまた2秒間長押しするとオフになるという電源ボタンです。はい、そしてこれ温度調節ができまして、強と中と弱あります。で強が約53度で、中が約46度、弱が約39度の設定です。で約2時間経つと自動的に切れる自動オフタイマーがついているので安心ですね。はい、では使い方ですけれども、この USB ケーブルをパソコンの USB 端子に挿したりとか、あとこういうモバイルバッテリーですね、モバイルバッテリーにこのように挿します。モバイルバッテリーの場合はここのポケットにですね、このように入れておけますので、移動する時にもこの辺は便利なポイントかと思います。で電源ボタン入れていきます。2秒間長押ししますと、
はい、赤色になりました。でこの状態が休息モードですぐに温まってくれます。で数分後に強モードに切り替わるということなんですけど、強モードも赤色なのでそのまま色は変わりません。はい、今2分ほど経ちましたけれども、だいぶ暖かさが安定してきました。まあ、冷たい状態からスイッチを入れて1分ほど経つともうじわじわともう暖かいんですけれども、2分くらい経つと安定してくるかなという、そんな感じです。で膝の上に置くと太ももの上が暖かいなという、そんな範囲になってます。そしてその上に手を置くと、はい、手も一緒に温められますので、はい、これはかなりおすすめですね。で温度を今ちょっともう一個下げますね。もう一回押すとこれ黄色になりまして、中モードに切り替わります。でさらに、もう一回押しますと弱モードですね。はい、で今弱モードでしばらく膝掛けとして使ってたんですけど、今日から弱に変わった時はちょっと物足りないかなって一瞬思ったんですけど、ずっとこう膝の上に置いて、長時間いる場合は弱でも十分じわじわっと暖かくなってきますんで、むしろ弱くらいでもいいかなっていう、はい、そんな暖かさになっております。なので、まあ、寒い時にですね、こう膝にかけて、最初は強なんですけども、徐々にこう温度を下げて、はい、安定して使えるという、そんな使い方になってくるかと思います。はい、それではブランケットサイズ感ちょっと見ておきますと、これくらいのサイズです。100センチの70センチとなっております。でですね、ヒーター部分がこの部分になってきますので、膝掛けとしてこう当てた場合ですね、こんな感じですよね。太ももの上あたりが暖かくなってくれると、はい、それくらいの範囲になっております。で、まあ、こうやってもいいですし、こう立ててですね、このような使い方しますと、今足首のところくらいまで来ておりますので、足元も暖かくしてくれるかなと思います。でその場合はだいたい膝からちょっとこうすねあたりのところにこのヒーター部分が来ると、はい、そんな感じになってきます。今モバイルバッテリーはここの中に入れてますので、まあ、この状態でですね持ち歩けるのが非常に便利なポイントですよね。でさらに腰にこう巻いてもいいですし、こう肩から巻いてですね、このようにして巻きますと、はい、ここ止めておくのがないのがちょっとですね残念なポイントではあるんですけれども、こうしますと大体ですね、首からちょっと下、肩の下ぐらいの方が温まってくれますので、はい、背中のあたり、背中あたり温めてくれるのは非常にポカポカとして心地がいいのかなと思います。そしてこのヒーターの内部分もモコモコであったか素材になってますので、全体的に温まれるブランケットになっております。まあ、ちょっとお高い4000円くらいしますけれども、なのでちょっと買いとは言いにくいんですけれども、大変おすすめアイテムになってますので、寒がりな方は特にですね、こちらチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、私も今日からこれを着てですね、温まりながら、先日紹介しましたこれですね、このベルト、これも大変おすすめとなっております。もうちょっとで1週間なんですけれども、まだちょっとね効果というほどではないんですけれども、徐々にお腹がへこんでくるのではないかなと思っております。まあ、これをやった後はですね、本当お腹このあたりが動かしたなっていう感覚がしますんで、脂肪を燃焼したなっていう感じも、はい、すごく感じますので、こちらのベルトもおすすめとなっております。まあ、気になった方はどちらもチェックしてみてください。はい、ということで一通り紹介しましたけれども、電源切るところまだやってませんでしたね。この状態で、弱になりましたよね。弱からもう一回押すとまた強になります。でもう一回押すと中、弱で、これをずっと繰り返すんですけど、電源を切るときはここを2秒間長押しして切ることになってきます。はい、そして最後にいくつか注意事項なんですけれども、使用するときは睡眠時の使用は NG となっております。睡眠時にパソコンとかモバイルバッテリーなどでつないで使用していますと、まあ、電源が落下してしまったりとか、あと、布団などで保温された状態になって危険な状態になるということです。睡眠中は異常が発生しても気がつかないので、睡眠中は使用しないでくださいね。あとこちらのお手入れ方法なんですけど、汚れたら丸洗いすることができます。まあ、ただし洗濯機は使わないでください。このコードの部分はこの USB のこれキャップをしっかりと締めてですね、この状態で洗うということになります。で丸洗いした後はしっかりとこう絞って乾燥させるということです。
はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまであったか電気ブランケット部分ヒーターでコスパ20〇紹介しました。今年はまだ冬本番とまでは行ってない地域もまだまだ多いんじゃないかなと思うんですけど、これからどんどん寒くなってきますんで、こちらのあったかアイテムぜひ使ってみてください。そして冒頭でも申し上げましたけれども、明日12月12日から来年の1月4日までガラジマチャンネルで年末大感謝セール最大 95% オフのセールが開始されますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画参考になったと思ってもらえましたらグッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。